旅人、パイモン、ファントムハンター、審判の時を一緒に遊んでくれない？今回のシナリオはファントムハンターの歴史をモデルにしています。皆さんにはとある時代のファントムハンターになりきって街で起きた一連の事件を解決していただきます。私の習慣の多くはファントムハンターの伝統を受け継いだものだ。彼らの相手は邪悪な魔物だが、私の相手は法を犯した悪党だ。剣がこの手にある限り、私はフォンテーヌの法律と規則を代表しているんだ。ソーテン、潔白を証明する時だ。魔女さんが言ってたんだ。物語の本にあるページはそれぞれが現在の一部なんだってさ。こんなに広くて不思議な空間なわけだし、いろんな物語が隠されてるんだろうな。君についていくよ。勝利の希望を一緒にこの手で掴もう。先手必勝。ごめん、ちょっとどいてくれる？君の実力を疑ってるわけじゃないのよ。ただこの中って思ってたよりも危険かも。具合が悪かったらすぐうちに教えてちょうだいね。あわあわ。力を抜いてリラックスするのよ。フォンテーヌにはおそらく奇病が存在する。でもうちのことを全然信じてくれないの。人間かメルジーヌか、そんなに重要かしら。ショーは理由もなく姿を消したりはしないはず。きっとやるべきことがあったんでしょう。新たな世界で彼らは誇りにまみれた太陽に別れを告げ、二度と苦難に思い悩まされることはなく、冒涜に関する概念も区別する必要がなくなる。これを代償に魂は純粋で透明になるんだ。奴の剣の持ち方、おそらく本物のファントムハンターだ。人間の姿を手に入れるためにあなたも使ったんじゃないか、あの薬を。これだけの餌を用意されたんだから、誘惑に乗せて罠にかかったのはむしろ私の方なんじゃない。いつの日か必ず奴らへの復讐を果たす。そうすればダインスレーブ様は自分の目的を果たす。運命の食器がもう完成したってことだ。旅人、貴様は血縁者が自分を裏切ったと思うか？プレイステーション。